どうしたんだい、そんなに慌てて。ちょっとね。ねえ、どうしたの？なんだかぼんやりしてたみたいだけど。あ、いや、今日は朝から不思議な気分なんだ。なんだか胸がドキドキして。おお、それってもしかして恋の予感ってやつじゃないの？やだな、そんなことないよ。でもいいな、私にはそんなの全然ないよ。何言ってんだい、ウサギさんにはマモルさんがいるじゃないか。やだよ。マコちゃん、ウサギレイちゃん、ミナコちゃん。え、特訓今日これから？そうなのよ、急に勝手だと思わない？だからアルテミスが悪いけど、知らんぷりしてサボっちゃおうなんて話してたのよ。でもそんじゃアミちゃんも誘ってあげなきゃ。アミちゃんか、そういえばさっき会ったけど図書室に行くとか言ってたな。じゃあまだ学校にいるのね。それじゃ話は早いわ。戻ってアミちゃんも誘いましょう。あ、したの？いや、ちょっとそれはまだ。はあ、だから、何よ、何隠してんのよ。そういえばウサギちゃん、校門のとこでナルちゃんを見かけたけど、あれってウサギちゃんを待ってたんじゃないの？どうやらそれに関係ありそうね。海のとなるちゃんの中がそこまで進んでなかったとは、これは問題だわね。協力してあげたいのは山々だけど、でもこいつ何しでかすかわからないところあるからね。うわーっと、うさぎさん、どうしたんですか？しょうがないわね。じゃあこうしなさい。ハハハハ。
なんだか沈んじゃいそうですね。ウサギさん、ご協力ありがとうございます。今こそ、海野は男になります。立ってみせ、いや、なってみせます。今日こそ、僕はなるちゃんと一緒に帰ってみせる。休養があるとかで、悪いけど先に帰っててくれって言ってましたよ。海野じゃない、それ本当？え、本当ですよ。この目を見てください。これが嘘を言ってる目に見えますか？目？それでですね、代わりと言ってなんですが、よかったら途中まで一緒に帰りませんか？いいよ。やったー、お父さん、お母さん、苦節14年、ついにクリオはやりましたよ。万歳万歳。でもウサギ、さっきのナルちゃんのことだけど、ナルちゃんの気持ちは当然確かめたんでしょうね。え？なんで？こういうことは本人の気持ちが大切なのよ。
いたいあんたはいつだってそう無神経なのよ。せっかく調子よく言ってたのにどうしてくれんのよ。それって姉ちゃんの腕が悪いだけじゃないの。あら、じゃあ私の方があんたより鈍いっていうわけ。そうかもね。面白い。じゃあやってみせてもらおうじゃないの。いいわよ、そこで見ててよ。私がゲームで姉ちゃんに負けるわけないじゃない。戦士の使命というものをどう捉えているんだ。みなと、それすら伝えていないのか。だってさ、ほら、あのほら、気のせいってことが。みなと、実はね、昨日の晩、ルナとアルテミスに怪しいエナジーを感じたらしいのよ。このエナジーを発している影も見たわ。しかも3人も。妖魔によく似たエナジーだった。いや、妖魔そのものと言った方がいいかもしれない。妖魔？でしょでしょ。リナコ、とにかく気のせいにしても用心するに越したことはない。みんな少したるんでるようだから、今日はピチピチ行くぞ、みんな。はーい。ふっ。たっ。にゃー。まず、動きが遅いぞ。いいな、君もな。おお、こわ。アルテミス、まだ荒れてるわ。悪いことはできないわね。疲れた。無駄口を叩くな。何を考えてるんだ。天使たる者が戦いの訓練をサボるなんて、そんなことでいいと思ってるのか。資格が足りないにことがある。でもこうしてみると、みんなブランクがあったにもかかわらず前よりいい動きをしてるわ。これもなってるってことじゃない。シュープリームサンダー。何よ、どうしたの。すごい、前とは違う。より強力になった電撃が電磁波としてこの一帯の重力にまで影響を与えているんだわ。日頃、あっちこっちの道場行って稽古つけてる生徒かな。お見事、セーラージュピター。いよいよ、隠された力のすべてが解放されつつあるみたいだな。隠された力。そう、君たちの今の技、シャボンスプレーフリージング、ファイヤーソウルバーン、シュープリームサンダードラゴン、クレッセントビームシャワーは君たちの力の一端であって、すべてではない。それぞれもっと強力な最強の技を秘めている。
電子としての自覚と経験、そして修練を積んでこそ初めてその力を引き出すことができるんだ。戦いの経験、それに修練、そして天使としての自覚。え？ねえ、私は？私はもっと強い技ないの？セーラームーンはそれ以前の問題。また明日。大変。信じられないわ。ネフライトは死んだのよ。ウサギだって見たでしょ。もしかしたら偽物ってこともありえるわ。死んだ人間が存在するっていうのもおかしな話だし。ちょっと待ってよ、なんでそうなるのよ。ネフライトは命がけで敵から逃げてきたのよ。銀髄章を狙ってるやつがいるって私に教えるために。それにもし偽物だとしてもナルちゃんの目まではごまかせないはずよ。ネフライトってのと会ったことないからどんなやつかわからないし、そもそもその人が逃げ出してきた新しい敵って何者なの？だからよくわかんないけど銀髄章を狙ってて、クイーンベリルはダークキングダムを復活させようとしてて、ネフライトは必死でピンチなのよ。つまり新たに銀髄章を狙う者がいて、ダークキングダムのクイーンベリルと四天王をよみがえらせ自らの配下に置いた。今のところそいつの正体は不明。銀髄章を使って何をしようとしているのかも不明。ウサギちゃんがセーラームーンであることを知っているネフライトは
ち早く知らせようと命がけで組織を抜け出してた。なるちゃんの意見もあるし、ネフライトはもう十分に配信したんじゃないかと言いたいんでさ、ウサギちゃんは。そうなのよ。すごいな、アリナ。よくわかったね。まあ、気合が長いからね。とにかく、話ができすぎているわ。信用できない。レイちゃん！どっちにしても、その人は今、ナルちゃんのところにいるんでしょ？敵が連れ戻しに来るかもしれないし、万一に備えて見張りが必要ね。悪そうだな。マモちゃん、どうして何も喋ってくれないんですか。もう二度と会えないと思ってた。お、なんだアリア。あれはネフライトを連れ戻しに来た敵。よし、うさぎダイナミック、うっさびらぼっぷーなんで僕が海の、はあ、海の、あんたこんなところで何やってんのよ。え、あ、そうそう、ナルちゃんのうちに今謎の微生年が厄介になってるの知ってます。僕の情報収集力を侮ってもらっては…なんだ、ご存知なんでしたか。それが気になってこんなところにいるわけね。え、そんな、僕は覗きだなんてとんでもな…そうなのね。はい。まったく、あんたも男ならコソコソしないで正面から正々堂々と行きなさいよ。そうだ、ちょうどいいわ。あんたも来なさい。え、そんな、心の準備が。いいから来るの。こんなの連れてって大丈夫なのか。大丈夫大丈夫。サナンボー、はなかっちゃん、こんにちは。すまない。また君を巻き込んでしまった。いいんです。こうして生き返って君と話しているとは、もう二度と会わないつもりだった。もう二度と。その方が君のためだ。そんなこと言わないでください。今の私は裏切り者として追われる身だ。このままでは君に。いいの、ここにこうしていてくれるだけで。君はまだ私を信じてくれているのか。あれ、はい、やっほーなるちゃん。なんだ、ウサギか。海の、あ、表でうろうろしてたから連れてきちゃった。なるちゃん、悪いけど内緒の話だから。でも、なんで三条院さん、ウサギと内緒の話なんてあるの。私が言ってダメなの。
あの人は誰なんです？どうだった？それが、その…だろうな。我ながら勝手な話だとは思う。あ、いや、そうじゃなくて、大丈夫よ。すぐみんな分かってくれるわよ。一つだけ聞きたい。なぜ死んだはずの男がここにいる？クイーンメタリアは封印され、ダークキングダムは滅びたはずだ。以前にもあったことがある。タクシードカメ。いや、もっと遥かな昔にも。どうした？答えられないのか？タキシード仮面か。ブラディオパール、シンクに輝く美しい石だ。だが魔力を持った者が手にすれば、それは霊気を操り死者をも蘇らせるあやかしの石となる。その石の力で再び生を受けたというのか。ならば誰が何の目的でお前を蘇らせたんだ？蘇ったのは俺だけではない。ジェダイ、ゾイサイ、クンツァイト、そしてクイーンベイ、ファストワイズも。やつは自らをそう名乗った。やつの狙いは金髄者。そのために過去にセーラー戦士と戦ったことのある俺たちが必要だったのだ。ファスト・ワイズマンが銀髄章を使って何をしようとしているのかは残念ながら俺にもわからん。配下に収まったクイーン・ベリルはダークキングダムの最高と銀髄章の奪取をかけて大掛かりな作戦を企てている。俺はそれを知らせに。信じているのか？うん、そうだな、信じたいな。そうよね。でも海野くんはどうするのか。かなり落ち込んでたみたいだ。うん、なるちゃん、なるちゃん。結局あたしにこういう役が回ってくんのよね。まあみんな女の子だし学校だってあるし、見張りなんてのは確かに猫の方が世話ないからわかるけどね。でも退屈。やっぱりウサギちゃんの言う通り、ネフライトは本物で改心もしたのかしら。プリンス、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 
我々は言いなりはもうたくさんだ。月の王国のやり方には我慢できません。我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょう、プリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです。プリンス、なぜ争おうとする？いつ言いなりになったというんだ？監視されているだと？わからないのか？あいつは我々を利用しようとしているのだぞ。再生のショックで失われた過去の記憶を取り戻すか。あまりにも遅すぎる。あれは大変。ああ、なんだこんな夜中に。ウサギちゃん大変よ。ナルちゃんの家に敵が現れたわ。すぐ来て。寝ぼけてないで。ナルちゃんとデフライトが危ないのよ。ゲヘー、なんでそれを早く言わないのや。初めから言ってるわよ。私がこの場所を知ってること忘れたの？相変わらずその子にご執心なのね。貴様ら。ネフライト様。裏切り者は死をもって償ってもらうところだ。カットワインズマンの命令だ。一緒に来てもらう。ナルちゃん、逃げるんだ。いいわ。黒水晶を持って素直についてきてくれたら、その子には手出ししないでおいてやる。いや、やめて。ネフライト様を離して。どうせもうすぐこの町からは一人残らず人間が消えるのだからな。すべてのエナジーを私たちに捧げて。すでに。待ちなさい。どこの誰だか知らないけれど、その人を話しなさい。愛と正義のセーラー服美少女戦士、セーラームーン。同じくのお遊戯に付き合っている暇はない。はっ。やあ、おあちあちあち。見た目に反して熱量はほとんどない。みんな騙されちゃダメ。幻覚よ。もう遅い。さらばだセーラー戦士たち。ごきげんよう。セーラー戦士、水玉の扉だ。水玉の扉に気をつけ。
もうすぐ、もうすぐだ。我らの長き不遇の時代は今宵終わりを告げる。偉大なる覇王デス・ファントムよ、我らを導きたまえ。守備よく言ったようだな。テラ戦士の邪魔は入りましたが、抜かりはありません。ろくに使いこなすこともできなかった男には無用の長物よ。それは貴様とて同じだ。うん、黒髄章の力をフルに引き出すことは俺はもとより貴様にもできん。それができるのはヘラズ口が叩けるのも今のうちだ。二度とその口聞けぬようにしてくれるわ。やめろ。やめ。うわ。やめろ。あれが新しい敵なわけ。ウサギちゃんに聞いたんだけど、神社を飛び出していったウサギちゃんはあの後途中で会ったマモルさんや海野くんと一緒にネフライトのお見舞いに行ったそうなの。師匠を蘇らせる力だと思います。ブラスティロパ、それを手にした謎の人物ファストワイズマン、ベリルたちを蘇らせた黒幕はそいつ。どうやら敵は本格的に動き出したようだ。何に使うかは知らないが、金髄章が狙われていることには変わりがない。一瞬たりとも油断はできないぞ。みんな心して構えてくれ。巨大な容器は、街が、東京が飲み込まれていく。黒髄章よ、我が呼びかけに応え、その力を貸したまえ。この町すべてのエナジーを吸い尽くし、その力をもって我らが主を、ファストワイズマンをこの地に呼び寄せたまえ。すべての人間に告ぐ。今よりこの町を我らが支配下に置く。我らの名はダークキングダム。
何がどうなってるんだ。奴らはこの町一帯を特殊な結界に封じ込めたのよ。特殊な結界。そう、4つのポイントを頂点とする特殊な結界。この中ではありとあらゆるエナジーが奪い尽くされてしまう。光の柱が上がったポイントは4つ。大体の座標から推測すると、なるちゃん。黒水晶の一部が欠けている。捨ておけ。多少不完全であっても我らの勝利に変わりはないわ。さ、最後の仕上げにかかるぞ。戦士よ、か弱き小娘たちよ、見ているか。見ているだろうの。ご覧の通り、今やこの町は完全に我らが手に落ちた。貴様らの出る幕だな。今度こそ我らが勝利を手にするのだ。あれはでもそれじゃあまりにも張り合いがないわね。貴様らにチャンスをやろう。1時間の猶予をやろう。その時間に我らが建てたモニュメントを全て打ち砕いてみせろ。ただし、できればの話だ。貴様らに地獄を見せてやろう。存分に。ハッ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 。1時間短すぎるわ。罠だね、これは。こっちは5人、モニュメントは5本。5本ってさっき光った場所は4箇所しかなかったよ。ええ、その通りよ。でもあの4本は結界を構成する単なるパーツに過ぎないわ。それらの中心となるコアが必ずあるはず。コア？ネフライトの最後に残した言葉を思い出してみて。彼は水玉の扉に気をつけろと言い残した。水玉の扉か。水玉というのは緑中石の一種で、つまりはエメラルドのことね。扉というのは、ここではあのモニュメントで構成された図形を指すんだ。ここからが問題ね。エメラルドは通常エメラルドカットと呼ばれる逆位置の四角錐形にカットされることが多いの。あ、そうか。ということは、さっき目測だけど大体の図表をインプットしてみたわ。これで残る一つのモニュメントの位置が導き出せるはずよ。東京タワー、有栖川公園、10番中学、そして氷川神社。最後のポイントは夢ランド地下1200メートル。これで人数分揃ったわけだ。迷ってる時間はないわ。みんないいわね。元よりそのつもりよ。よーし、派手に行くわよ。
ーキュリーの話だと、ここに最後のモニュメントがあるのね。私とアルテミスが怪しい人影を見たのもここだったわ。間違いないわね。来たか。そうでなくては。よーし、やるっきゃないわね。ようこそプリンセス。いい加減その暑苦しい仮面を取ったらどう。正体はバレているのよ、クイーンベリル。ちょっと見ないうちに少しは賢くなったようだな。当然、私だって少しは成長したんですからね。そうだといいんだけど。いかにも、我が名はクイーンベリル、地獄の底より。貴様の首をもらいに来た。行くわよクイーンベリル。楽しいやつめ。そら、褒美だ。所詮、貴様とこの私とでは勝負にはなりはしない。怪我をせぬうちにおとなしく降参したらどうだ。銀髄章を差し出せば、お前だけは助けてやってもいいぞ。冗談でしょ。誰があんたなんかに渡すもんですか。話しても無駄さ。ムーンプリンセス、ハレーション。ザッ、あたたたたた、セーラームーン、危ない。観念したらどうだ。いくら強がってみても勝負は見えているぞ。えい、えい、やは、えい、うやはは、もうやだ。セーラームーン、避けてるだけじゃダメよ。攻撃して。そんなこと言ったって。お前一人で何ができる。死ね。タキシード仮面、そこから先は私がお相手しよう。またお前か。エンディニオン、セーラームーンはこの私が守る。いい子たかし。タキシード仮面様、なんとかしなきゃ。みんな大丈夫だとは思うけど、これ持ってって。これはセーラーマーズのお札。霊剣新たかなうちの神社の特製よ。お化け相手にゃ効果抜群。なるほどね。サキュー。クリア。あ、あら、いったー。おいおい、ナイスだセーラームーン。
やった結果オーライ。今だ、チャンスを逃がすな。はい、ムーンプリンセスハレーション。うわあ愚かな小娘ども、もう遅いのだ。今さら俺たちを倒したところで状況は変わらん。必要なエナジーは集め終わっているのだ。偉大なる覇王の復活、そのお力により今こそ、今度こそ我らダークキングダムがこの地球を、この星を支配するのだ。デスパント、ファスト、ワイズマン。もはやこれらモニュメントに刺したる意味はない。問題はファスト・ワイズマン、やつが鍵を握っている。やつを倒さぬ限り、度胸にかけられた呪いは消え。ファスト・ワイズマンってのはどこにいるんだ。やつはデス・ファントムの復活を狙っている。銀髄賞を渡すな。渡しては。クイーンベリル。危ない、セーラームーン。迂闊に近づくな。まだだ。私はまだ倒れるわけだ。ダークキングダムの最高。私は死ぬ。手違いはあったが、ここに。ファスト・ワイズマン。ご苦労と言いたいところだが、プリンセスはまだ元気が終わりのようだ。な、この私の命がけの作戦をよくもあっさり見破ってくれたわね。あなたがファスト・ワイズマンね。一体何者なの。こんな無視しようったってそうはいかないわよ。そっちがその気なら力ずくで喋ってもらうわ。ムーンプリンセス。よくも黙ってくれたな。私をコケにしおって許さん。死ね、死ぬのだプリンセス。幼い小娘よ。
ゃにくい。貴様は私から全てを奪った。現世でも前世でも私の王国を、そして愛すべき人も。またも私を阻むというのか。決して許さん。クリベリル感じる。なんて冷たい感情。クイーンベリルの悲しみを。その恐怖もそろそろ終わりだ。死ね。貴様ら、プリンセスから手を離しなさい。私たちはプリンセス・セレニティを守る四守護神の戦士、スパークリングワイドプレッシャー、シャインアクアイリュージョン、バーニングマンダラー、ヴィーナス・ラブ・ミー・テン。うわあ、あれ、今のは一体。次はあなたの番よ。なんとかおっしゃい。無駄だ無駄だと言っている。なんて巨大な容器。貴様らはいくらあがこうと霊気を操る術を持つ。このブラッディ・オパールの前では無力、無駄だと言っているのだ。倒しただけ、こいつらは死の苦しみと再生の苦痛を味わい続けるのだ。さあ、まだ契約は果たされておらん。テーラー戦士たちを血祭りにあげ、幻の銀髄章を我が元に献上するのだ。望むところだ。やめて、もうやめて。そこまでして戦わなくちゃいけないの。セーラーム、私を憐れむというのか。プリンセス、どこまでも肉肉しい小娘よ。ならばその命をいただこう。ベリル、クレセント。貴様の相手はこの俺だ。フレアー、私が相手になってあげるよ。来な。邪魔を。
でして戦わなきゃいけないの。これが運命だとでも言うの？こんな形でしかあの人たちと触れ合うことはできないの。やめて！みんなお願い！やめて！セーラームーン、それにみんな、一旦引くのよ。私のところに来て。引くったって、これじゃどうしろっていうのよ。ここは私が引き受けよう。タキシード仮面、セーラームーンを頼んだぞ。はい。タキシード仮面。いや、無茶よ。大丈夫、心配するな。タキシード仮面、バラの花にかけて私は悪に屈しない。セーラームーン、私を信じろ。セーラー戦士たち、長居は無用だ。君たちのプリンセスを守ってくれ。セーラー戦士たちか。ネフライト、クイーンベリルたちを何とかしないとあいつには近づけないわ。でもあのブラッディオパールがある限り、いくら倒してもキリがない。我らが分身黒髄将、今こそ我が呼びかけに応えよ。我が手に来さりて、再びその力を我に加算。それは…そう、お前が壊した黒髄将だ。しかし、砕いたくらいではこいつのエナジーは消えん。待って、そいつを使って何をしようっていうの？やめてば。違う、今のネフライトは違うわ。お願いネフライト、マモちゃん、タキシード仮面を、東京のみんなを、そしてクイーンベリルたちを救って。セーラームーン、違うのルナ、私がいけないの。あの時、銀髄将の力を解放して全てが終わった時、私の力が足りなかったの。私の力が足りなかったから、あの人たちは暗い死の世界をさまよわなければならなかった。私たちはこうやって転生して生きているのに、あの時私の力が足りなかったから。優しいな。お前の体から計り知れない愛のエナジーを感じる。俺も含め奴らを、マスト・ワイズマンの呪縛から解き放つのはお前たちの役目だ。俺はその手助けをするに過ぎん。この黒髄将は、蛇国水晶と呼ばれるものを模して地球で作られたもの。蛇国水晶？何だいそれは。マスト・ワイズマンが呼び出そうとしているものに関係があるらしいが、詳しいことは俺もわからん。それゆえ破壊力は蛇国水晶に遠く及ばないが、良き方向に向かうこともできる。金水晶と同じようにな。さあ行け、セーラー戦士ども。ベリルたちは俺に任せろ。マストワイズマンを倒せるのはお前たちだけだ。ありがとう、ネフライト。みんな頑張って。愛のエナジーがこいつに新たなパワーを与えてくれ。黒髄将よ、今こそ我ら4人にかけられし呪いを解き放ち、我らがマスタープリンスエンディミオンのもとへ導け。
思ったより楽しませてくれたな、エンディミオ。くずく愚かな男よ。あくまでも私より月のプリンセスを選ぶとは。終わりだ。ガク！やめろ。戦いよ。プリンス、我々はもう我慢できません。月の王国のやり方はもうたくさん。我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょう、プリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです。なぜ争おうとする？いつ言いなりになったというんだ。ベリルだな。ベリルの呼び出したあいつに吹き込まれたのだな。わからないのか。あいつは我々を利用しようとしているんだぞ。エンディミオ様！テレニティ！死んだ。月の王女が死んだ。違う。我々が望んだのは、うわあ！なんだ、この記憶は。俺たちの前世の記憶。まさか、そんな、そうか。俺たちは、俺たちのマスター、プリンス・エンディミオンを探して転生してきた。その記憶を取り戻さないうちに、またしてもあいつの手の内に落ち、そして好みを変えられた魔なるものに。フンタイトたちの様子がおかしいわ。ネフライトが言っていたのはこのことだったんだ。ネフライトは本来の記憶が戻っていたのね。プリンス・エンディミオンを守る親衛隊だった彼らが悪魔に見入られた時に悲劇は起こる。それを食いながらも彼らはどうすることもできなかったんだ。現代に転生したあの日も。思い出した、思い出したぞ。私たちの真のマスターは地球国王子プリンス・エンディミオン。貴様ら、何のつもりだ。まさか私の魔力が解けたというのか。セクシーの仮面、よかった、間に合って。これは黒水晶。プリンスエンディミオン、さあ早く。ブラッディオパールを破壊し、ファストワイズマンを。ベリルは我らが封じております。黒水晶の力、銀水晶の力、セーラー戦士たちの力、そして我らの力、すべてを叩きつけてやるのです。それができるのはプリンス、あなたとプリンセス・セレニティだけ。我らがマスター。さあ、お前たち、この黒水晶の力を使いこなすことができるのは地球国のプリンスである私だけ。行こう、セーラームーン、セーラー戦士たち。私たちの全力をもってブラッディオパールを破壊し、ファストワイズマンを倒すのだ。はい、バカな、そんなことが。
元に戻ることはできないのか。マスター、お会いできてよかった。これでもう我々が現世に思い残すことになります。度重なるご無礼お許しを。今度こそお二人で平和を。何を見てる。いえ、早くとどめをさせ。あの石が無理返すと、もう二度と私が蘇ることはない。今の私には死の世界だけが唯一を変えるべき場所。さあ早く。やめて、そんな悲しいことを言わないで。もういいじゃない。遠い過去のことも、今まで戦っていたこともみんな忘れて。そうだ、友達になろうよね。同じ人を愛した仲間同士じゃない。ガッ、バカにするな。私が仲間だと。私はダークキングダムの誇り高き女王、クイーン。クイーンベリル。その優しさはどこから来るのだ。お前は昔からそうだ。私はその優しさが怖かった。エンディミオンがお前のその優しさに見せられるのが怖かった。お前のそばにいると全てを許してしまいそうになる自分が怖かった。クイベリル、クイベリル。水晶、私の願いを聞いてこの人たち、私たちのように転生させてあげてほしいの。そして戦いのない静かな生活を送らせてあげて。やっぱりウサギはプリンセスなんだな。何よアルテミス、今さら。いや、そうじゃなくて、敵であるクイーンベリルたちの悲しみさえも感じて涙する。僕らには想像もできないくらいの愛のエナジーを彼女はあのちっちゃい体の中に秘めているんだなって。ナルちゃん、ああナルちゃん。ウサギ、本当にそう思う？重たい。まあ、ナルちゃんと海野の仲もめでたしめでたしと。そういうの、雨降って地重なるって言うのよね。美奈子ちゃん、ハルちゃん、またどっか間違ってた？合ってるわ。おお、いや、まいったね。海野くん、ダメよ、そんなキスなんて早いわ。私たちまだ中学生よ。石に結婚を試みるナルちゃんだが、
所詮男の子の力にはかなわないのであった。ウサギ、もういい加減にしてよ。なるちゃん、君は僕の太陽だ。待て。よっ、あてよっこりょうりん。ウサギ、遠い過去も辛い嘘も見